あトークポーまでしか入んないちょっと待ってあわ分かったぞ攻略方法がよし攻略したね水パパピータンおはようヤスト お礼を知らせ、今日二十一時から二十四時三分は。テレビ電話特展開、トークポートがあります。おはよう。朝から直し、これ昨日の配信の出たしてた画像の続き。<laughs> 朝から直し重た。<laughs> まあ、おはよう、しかちゃん、おはよう。朝からラーメン食べてるのかと思った、ちょっと画像変えよう。<laughs> 朝に不適切な <laughs> 不適切ではないけどうん <laughs> 昨日のゴロンヤこんな時間に起きたのに出勤21ちょっとあと12時間あるじゃん <laughs> まだまだやんけおはよういやでも朝活はいいぞ あれサモペンになってるペンおはささ見たまだ寝れないいつ頃寝れるかなだかさすがあの声聞いてたら多分だんだん眠くなってくるよきっとあこちゃんおはよう寝ているトキトおはようペンあさらいいよね正直あさらあんまりしたことないんだけどさ 笹川は本当に配信超直前まで朝もやししてたもやし食べてた <laughs> あと、ね、昨日の夜そう夜配信で話してたんだけど明日の朝さつまいも食べるんだクワクってしてたのにさつまいも昨日のうちに蒸しておくの忘れて でそののまま寝落ちしたので今炊飯器でじっくりコトコトさつまいもに火通しているところうん <laughs> 大阪の時朝から松坂松阪牛か確かあれだよね確か僕は好き重い 油すごい乗ってそう。せ一おはよう、初見じゃない。あこちゃん、朝から背脂たっぷりさすがに重たいかな。じゃあ、なおじ背脂抜きで。なおじの良さが。うん。ああ、かわいい。てるじてるじちゃん、かわいいよ。あそう、きょうてるじ。洗って火のたぼこする。予定だったんだ。後で洗おう。 キレキレしすよう。見た十四時には起きないと。ええー。あと五時間ぐらいしか寝れないや。今から寝ても。今の阿賀さん、おはよう。あいにゃ、あい。ああーラーメン食べたい。ラーメン大好き。ラーメン大好き。佐川は何ラーメンがいいかな。 で基本いつも豚骨がいいんだよなエスタ深夜に超絶お腹痛くてえー、昨日起きた後パン屋さんのパンしか食ってないパン屋さんのパンで食中毒久しぶりに甲州飯店行きたいあー聞いたことあるえっそれってチェーン店仕事行ってきます行ってらっしゃい 酒した後の朝ラーメン肌にしみるしみしみ分かんない酒した後の朝ラーメンしたことないからなタんたんてィおはよう水パパえそうだよね昨日最後の方おらんかったもんねコメントが消えてった寝落ちしたかなって思った昨日多分何人かね寝落ちしたと思うまあね遅めの時間だったからしょうがないね まあおはよう。頑張ろう。今日も握手した。なワンダおはよう。あこちゃん、挨拶だけしてしばらく聞いてたんだけど、いつの間にか、あここにも寝てた人が一人。冬吉おはよう。見た。ああ、やっぱり声聞いたら眠くなってきた。<laughs> やっぱり一郎。 おはささパレードオールパレードだ <laughs> これはわかるぞセンセーションのポーズをしてるなセンセーションえもうそこのさポーズを褒めてくれてからさ <laughs> センセーションのポーズをするたびにイチロちゃんの顔をよぎってくるんだよね頭 <laughs> センセーション 僕は塩バターラーメンあいいね「札幌一番塩ラーメン」にバターのけて食べたいのびぃぬおはさささささ寒寒いや水のパパトークポットのために早寝したあそういうことそういうことにしちゃう しょうがないなあ,あ充電器壊れてきてる聖地あ本日のね本日の証券かそれはまあうん許そう伸びねゴローンしてるテレスとパールだここでお知らせうんとさっきトークポートお知らせしたからそう今日 二十一時からトークポートあるよ。二十一時から最初の二枠は。初めて三向け枠。とってもお得な。初めて三枠。です。うん。あ、やばい、あくびが。ダメだ、笹川があくびすると、みんなつられちゃう。 次の笹川のライブ出演は19日金曜日神田明神ホールです笹川さんは18日のライブはちょっと出れないのでイスザギンってラーメン屋さん美味しくて20回ぐらい行った思い出ザギンどこにあんのえ関西の方東京 座銀ってぐらいだから銀座にありそうだけどみたいやっぱササさんだな寝言かなフ <laughs> ササさんだなだなあいにゃ完全に姉寝落ちしてたあいにゃも聞きながら <laughs>、まあっごのごばの振り吉聖地初見詐欺そうだよ あれじゃ有吉反省会初見作業してしまったことを反省し,しに来ました今日のじゃあ田んぼ誠一のみそぎは毎日配信に来ることですまあでも結構来てくれてるかだだ おはよう元気じゃなさそう元気になりますようにちょっとでもパルタなんか知らんけど夢の中にさっちゃん出てきたえまた他の人の夢に出てしまった毎日夢に出てきて報告受けてる気がする グッモニーこの前ありがとう文字がかわいい水パパトークポートのために早寝してトークポートの前にね寝てそのまます飛ばしパターンパティンあかんでトークポートってやつああ確かになー夜勤前よ確かにたまに朝トークポートとか させてもらう。せいち初めてはグーダメです。あなたも使いました。みたい今度音楽でササさすさ寝れるための20秒動画。あいいよ。眠、ね、れ眠、ね、れ。寝かし続けるから。任せて。 いや、ちょっと震災橋か。大阪か。ザ・ギンじゃないじゃん。ギンザ。シ <laughs> カちゃん、行ってきます。いえ、やばい。準備阻害しちゃった。<laughs> 行ってらっしゃい。洗濯物干しながら寝、ね、そってる。<laughs> それは、逆に急にすごい眠気きたね。さっきまで眠くなかったのに。 ゼッとおはようたかっぺあまり話せに行けなくてえ全然むしろ話きてくれたやんだから OK だよ嬉しいよ聖地酔っ払って寝てなければ酔っ払いじゃんえっトークポートの話だだ胃が死ぬほどいいかなでも本当にお前はただが心配だよ 毎日のツイート見ていい胃がうんでも病院はちゃんと行ってるの行ける時間もないのかな会議あんまりひどかったらもうお仕事をお休みさせたいうんうんうっとでもよくなりますように マルコおはようございますまるコちゃん昨日ぶり来てくれた8時間ぶり、うん、?6 時間 ?7 時間ぶりぐらい。だからっぺ会えて嬉しかったよ。Me too!I <laughs> think so too。あっこちゃん相手を眠らせて夢の中に出てくるわあそういうことか <laughs> えー、無意識に技使っちゃってたそういうタイプのポケモン誠一寝てしまってたら夢の中でさっちゃんに殴られてしまったどんなイメージなん笹川直人からおはようたけのこ朝活しに行きましたいいですねいい行いですそんなあなたは今日一日いいことがあるでしょう 朝トークポッツとかいいし、アンド寝るだけだから一番ご機嫌でできる <laughs>。いいこと尽くし朝トークポトークポパルタ、サッちゃん新潟に帰る。わ、新潟観光。サッちゃんに出会う。寝刈り手伝わされる。さすが農家になってんじゃん。おばあちゃんちの手伝いかな。なんか結構リアルだね。 見たササさんの声聞いたら急に睡魔が襲ってきて <laughs> やばいこのあとササが夢に出てくるよそれ今寝たらなんでかなミミルだいや朝配信たまに現れるやつミミル昨日ね昨日ライブ見てくれたよね真ん中でありがとう 久々に顔見れたと思ったしんならったおはーおはよううん今日もあれかな誰かの家泊まってんのかな <laughs> その類で夢の中でしおちゃんにこの上着物とあそれなんか見たことあるツイートかなツイートまあコメントで言ってた ロキ、おはよう久々あもしかしてさっきリンマさん配信してたよねちょうどちょうど時間かぶっちゃったその流れでこれたえっすと思ったけどもう17かおうもうしあさって会えちゃうね若宮広場でね 待ち合わせね水パパ今日はどんな感じで電話しようかね前回ちょっと酔っ払いさんお断りですねあ百111日じゃん111えみるシグマ昨日の物販中ずっとニヤニヤしてた話えー、かわいい <laughs> でもお前もめっちゃニコニコしてた茂マちゃんいて純ィ神戸の港からおはようございますまだ神戸だったこのツーマンで自分が地下鉄かないわけないよねさすがだね分かってますねひな朝練終わって他人の家に行きたくなあおかえり <laughs> 笹川家笹川家に帰宅してきたミミルチケ発の時ワクチンの副反応で仕事休んでた休んでたからあなるほどね逆によかったちょうどいいタイミング誠一 <laughs> 夢の中で殴られるってあそっか誠一ちのド M だもんねご褒美だったあこちらワンワンワン ワンワンワン犬みミタンリマさんサッサさんは自分の中で声聞いたら眠くなる落ち着いてる声してるもんねどっちも落ち着け落ち着け眠れ眠れの正しい音程ちょっとよく分かってない いやシオちゃんにも同じこと言われたあもう二人に言われたらこれはもう待ち合わせだわ <laughs> これはもう集合集合だ111ゾロ目だねお祝いだお祝いしよう今日けのこ出勤前にさ配信聞けてそうだよ頑張れるやつみんなの朝を応援する会 頑張れ頑張れ、みんな不特定多数のことを応援する会クリちゃん上原殿妻ねえそうだよね来れるものならきっと来たかったよね楽しかったじゃあちょっと今度出張出張ツーマンやりたい他のところで。 ササさんと新名だったのそう新名だったのそう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 え楽屋でめっちゃ可愛かったよシグマちゃんが「えっササさんと同じ歌わり」って言ってくれてて「<laughs> そうだよ同じ歌わりだよ」って2個2個50カウントあドエルか ド、L、サイズねうちのマックのポテトはいつも L サイズ寒い布団かぶってる座りながら布団かぶってるうん順利昨日は神戸の夜景しか見てないから兵庫旅行してから大阪戻るえー、宝塚見てきなよ宝塚みたいあでもそんな毎日公園やってないか やばいおはようございます定型文だ定型文的なミミルさっき丸とめいちゃんコラボ取った時シグマの話になったんだけどさおおおうおう,うんふんヤスト何十度目の味噌かつ食いに行くかめっちゃ食ってる、ね、ええワイもヤバトン食べに行きたいっとあと15分で仕事開始 あと15分ん ?9 時十 15?20 とかからかななえぽよヤスと友達に若宮行こうって言ったら既読無視された今考えてくれてるんだよきっとうんどうしようかなーってちょっとダメ押しのもう一回じゃあ写真 s メンバー7人の写真を送ってこの中に誰か気になる子いたら行こうって <laughs> ラプター笑顔タイムにっこ<笑>,笑顔笑顔写真にっこり写真あるかなあ,あ ダメだついあくびが出てしまったにっこり写真難しいあんまめっちゃニコニコしてる写真ないなあねえこれ全然笹川の写真じゃないんですけどしおちが勝手に笹川の携帯で撮ってた写真が可愛いいから載せちゃうーってやつ 可愛いかいらのせた今すごいロックンロールスニーカーが頭の中流れてる写真変えようと思ったけど悩むあ朝っぽいいい感じの爽やかな写真ある。 沖縄の背景ちょっと縦写真だからちょっとしか写んなかっただけどこのあと務時間中12時間くらいずっと配信しててほしい待って12時間勤務時間も聞いてられるのか何話したらええんだろうやばいやばいみんなからのコメントがないと多分 乗り切れないからなシグマがさっさと新芽で「ラッキー」とか言ったらしくてささっきまでに「めいちゃんがいろいろ考えて決めたからラッキーじゃなくてありがとうでしょ」って言うのがかわいい <laughs> うんもうなんか一連の流れみんなかわいいそれ <laughs> 平和。うそうそう芽郁ちゃんがね考えて組んでくれた新芽にしてくれたやったねー <laughs> ラッキーかわいい <laughs> ラプタンこんばんざいタラるおはようみたさっささん家に欲しいやっぱ一家に1台だな一家に1台職場に1台笹川まあ最近朝が寒すぎだよそうだねそれが季節というものだね しょうがない、受け入れてくださいラちゃん仕事頑張っていきやす頑張れ頑張れ雰囲気ー頑張れ虻ターん声出ないさっちゃんわらじとんかつ定食そうわらじとんかつ定食前食べたやつわらじ大は賞を兼ねるから みんな帰ってくるべきはここなのよねそうなんですよみんなのあなたのひなあなたの帰ってくるところはねここどこに行ってもここ笹川の元なのよ <laughs> イエスと持ち笑って人があーお持ちだねもう可愛いから本当に超可愛いしダンスもキレキレ めちゃめちゃ可愛くてバブでちっちゃいって言うと怒られるけどなのにセクシーお姉さんだからそうお餅ち本当に美女がいいし声も可愛いいし大好きでケーだからもう職員さんに大人気じゃあ次どこへ行くかをお楽しみで大阪吉本。 二十ミミ日見たいところを過ぎて名古屋行きたいよな二十日名古屋ですうん二十日は名古屋みんな名古屋守護やすと俺とくーイエとくやすとくより吉しよしよしおしよ,しよかわいいあしおりおじさんしおじね結構 あの携帯だけじゃないと思うけど結構ね携帯でねいつの間にか自撮りされてるはてなはてなはてな「雨の中を走るの」の曲これ何の曲だっけ「水パッパ好き」あこの写真昨日から七色パラソル頭から離れん。 好きじゃん七七色パラそれね割とやること少ないけどライブであそうサイバーボックスの屋上正解ここさめっちゃサイバーボックスの屋上めっちゃ狭めだけど超超狭いけど見晴らし町長良かった沖縄の住宅街がよく見える パパ在宅だから常にコメントできますがちゃんと仕事もしてね途中打ち合わせで抜けるけどブラックナイトさん笹川イエ、yeah. yes。たくおはよう一家に一人その職場にも一人笹川ささ今度ガチの一人喋るええー、ガチの一人喋る あ話す話題がなんかテーマ決めたら喋れるかもしれない意外とそう喋るのね本当はすごい苦手なんですけどあんま得意じゃないんですけど人といってもほとんど聞き役な方だし ガチ一人喋りか漫談じゃん漫談見たさささん家にいたらねすぐもう夜のうちにおねんね寝かしつけちゃうでその前にささがが寝そうみみるわいはイポジが先回るでテンションぶち上がりですよあっポジじあーそっかそっかそっかヤマトねそうなんですよ 喉が鳴ったほんとに歌がね歌声が綺麗すぎてまた新たな大和なでしこが見れた地ササちゃんのクローンそうクローン作んないとね実現代の技術まだ追いついてないんだけどさうんなんどこにも寄り道せずちょこちょき <laughs>。 もう仕事とか部活終わったらすーぐ飛んで帰ってくるよね「さちゃん」「あこちゃんさあちゃんが一日中喋っててくれたら四つと肩こりとずつ全部治る」「効果効のありすぎやん」「どんな薬よりも漢方よりも」「笹川見た20日は2回目のワクチン」「うわー!」 あロックロールスニーカー」の歌詞かなちょっと今朝で声出ないんですけど「るまみれ雨の中を足抜ける」 最近名古屋のグループを結構見るようになったから6名間レベルフォームあーえレイワンさんってもともと拠点名古屋かなよく6名間でやってるイメージアイベックさん 以前パパ在宅の時はサボるのが仕事えー、ええー、仕事熱心にやってる人が好きだな一生懸命なあろくの留守に買うって言ってるえうちもあの横に一列でこう横にフリフリするやつやりたかった徐々一部から実況配信 <laughs> あででよ エリノと、え、ああ、ああ、ずきはんキス、しゃ、しゃ、ずきはんひながたこれ話してみんな聞きたいかなって気にすることさえしなければ気にするわ <laughs> 確かによく言ってるささが なんかあんまり自分語りが多くなるとちょっと心配になっちゃうんですよ。あ,あね笹川を押してくれてる人からしたらそう嬉しいかなって思うんですけど他の子の話とかも織り交ぜつつ話したらいいかなうん。 えさらね、もうヤマト歌いたくないんだけど咲ちゃんうますぎて無理えほんとにえでもめーちゃんのヤマトと咲ちゃんのヤマトはまた違ったタイプでねどっちもいいんですよめーちゃんはめちゃめちゃバチバチにかっこいいヤマトじゃないですか咲ちゃんのね綺麗さもあるからもう歌声がさほんとに透き通ってるよね何あの歌声の透明感すごい 沖縄の海ぐらい透明見た寝るためにいつもえっコーディネートというフェア寝れるのすごくない結構テンポ速いしギターとか入ってるし「ででででテテテ 令和はアイベックと事務所一緒でこっちをアイベックえアイベックさんももともとさ名古屋なんだったっけなんか最初に共演したのがこっちの方だったからもともとこっちなのかと思ったら違ったのかみぞパパ仕事熱心に頑張りますお頑張れ <laughs> それでええや名古屋行くモチベ うん、あとの29.7微妙だな小数点純次名古屋のアイドルさんあんまり知らない愛知県民笹川の方が知ってたりしてだんだってわ仕事行ってらっしゃいあ笹川もそろそろ拝借も終えようかなって。 21分まであと2分もないと思うけどのぼんおはささあ出た「朝散歩」あ「あ散歩」ミミ「耳のくろろスニーカー」の時出てないメンバー後ろに出てきてああ2列目で楽しいちょっと万ンザイジャパンメンバーみんな出てきたらステージほぼ埋まっちゃうけどねジュンディ20日21日名古屋よ ごはおはようこの前この前じゃない何時間前の夜ぶりひな完全に裏方で喋らない人用意してその人に世間話をするええ。そしたら一人のほうがいいかも <laughs> ジュンディ沖縄の海とさっきの歌声とあジュンディの魂も透明 笹サ,サは存在感も透明すみたんじゅりちゃんの声聞けるから安心するあそういうことかじゅりちゃんの声聞けたらいいのか <laughs> 水ずぱ仕事疲れた早い <laughs> 今休憩お疲れみみとちも東京ーカー体の時あっ ジムこっちってこ,こっちって東京かレニーでよくかぶってたえそうだよね前ねそうそうそう「純利今日も一日素敵な日になることでしょうあこちゃん朝から配信ありがとうおお最後まで聞けたよし アイドルバンザイしか知らんやつあそのままバンザイジャパンしか知らなくてもいいよ <laughs> のぼあ、散歩フレーズいただきやす使われたのぼ散歩のぼのお散歩のぼ散歩ぽみんなおつーまた帰っておいで おかえりカペ。また会いたいな。会いたいな。次もっとお話ししような。ミいるああ、チャンネルが。チャンネルリモコン。アイベックでツーステやりだしてから名古屋のツーステするグループ。一通り見るようになった。名古屋ってすごいさ、ツーステ文化盛んだよね。やっぱり今こんな時間にさ、ティーンの声聞けると気がついてる。 そう呼び方こまちゃんの影響を受けてるさていミズパパお疲れ様今日も好きじゃったなんか固形ののの現在進行形みみるおつささ見たコーディネートが一番よく寝れるから他にも聞いたけどすごいな他にも寝れそうな曲ありそうな感じするのにおつかれい プリマーサージャンありがとう来てくれてありがとう休憩タイム見たお疲れ様でしたのぼ散歩ごめんこれ言ってから思ったけど何もかかってない <laughs> おつさささちゃんも7パラできるやからーステできるねできるっぽい <laughs> さちゃんのーステあれはね ちょっと足をどうしたら通すになるのかがちょっと分かってなかった分かればねできるよ佐川さん分かればできるもう次やった時できるまあおつさーさーじゃあねいってらっしゃいの人はいってらっしゃーいおやすみの人はおやすみーバイバーイ